同期誌は、ルッチェーロ・レオン・カバロが、作曲、1892年に初演された全二幕から、なるオペラである。マスカーニ作曲の、カバレリアル・スティカーナと並んで、ベリズム・オペラの代表作として名高い。このオペラ自身の上演時間が短いこと、場面転換の必要がないことなどもあって、ベリズム・オペラのもう一つの代表作、カバレリアル・スティカーナと合わせて、 一晩で上演することも多い。これをオペラ界の英語でキャブパグと呼ぶ。しかし、カバレリアのトゥリッドと同化師のカニを一人で歌い切るのはテノールにとってかなりの重労働であるのも事実である。マスカーニのカバレリアルスティカーナの成功を目の当たりにしたレオンカバドが自ら台本を書いて短期間で作曲を完成したもの。なおこのプロットは 1865年5月にカラブリア州モンタルトで発生し、判事だったレオン・カワドの父が裁判を担当した実在の事件にヒントを得たというのが作曲者の主張である。しかし今日の詳細な研究では作曲者8歳時の同事件とオペラの筋書きにはそれほどの共通点は見出せず、むしろ作曲者はフランスの劇作家カ,カティル・マンデスの儀曲タバランの妻、あるいは スペインの劇作家、マヌエル・タマー・ヨイバウスの劇、新演劇からの本案を行ったのではないかとの説が有力になってきている。なお、レオン・カバドはこの作品を、尊蔵女社が行った、尊蔵女コンクールに応募した。しかし作品は二幕物で、コンクール作品の条件の一つに一幕物のオペラで、あることがあったため、当然のことながら、失格となってしまった。だが、 尊蔵女社の社長の目に留まり、アルトゥーロ・トスカニーニの式で初演されて、大成功を収め、今日では、ベリーズモ・オペラの代表作の一つとなっている。力強い前奏曲に続いて、まだ降りた幕開から舞台で用いる仮面をつけた、トニオが登場。舞台の上では同系を演じる我々、役者も、また血肉を持ち、愛憎を重ねる人間であり、 それを思った作曲者は涙してこの曲を作ったのだ。うんるんとの全向上を述べる。祭日ということで着飾った村人たちが待ち焦がれる。旅回りの一座が座長、カニオを先頭にやってくる。カニオは今晩23時から忘れずに芝居を見に来てくれと宣伝し、団員のベッペや村の男たちと居酒屋に繰り出す。他の村人たちは教会の礼拝に向かう中、 カニオの妻、ネッタは一人残って自由な生活への同型を歌う。彼女に思いを寄せていたセムシの同型役者とニオは、物陰から現れていい夜が、手ひどく、無知で打たれ、逃げ出す。入れ違いに、村の青年シルビオが現れる。実はネッタとシルビオは、創始相思想愛の中で、一座がこの村に寄るたび、王政を重ねていた。二人は、駆け落ちの相談を始める。 それを発見したトニオは、仕返しの好期とばかりにカニオを呼んでくる。ネッタがシルビオに、今夜からずっと、あたしは、あんたのものというのを聞いてカニオは、ついに逆上、シルビオはあてて逃げ出し、ネッタは、上婦の名を、カニオに明かすのを拒む。大騒ぎを聞きつけて別っぺも戻ってきて、カニオを沈め、芝居の支度を促す。カニオは、怒りも悲しみも隠して同化芝居を演じ、 客を笑わせなければならない役者の悲しみを歌う。美しい感想曲の後、村人がお待ちかねの芝居が始まる。熱田扮する、コロンビーナが恋人アルレッキーノを待ちわびているところへ、下男、タテオが現れいい夜があっけなく蹴り飛ばされ退場する。アルレッキーノとコロンビーナがやっと合引きを始める、ところに、タテオが、パリアッチョが帰ってきた。と急を告げる。 パリアエ演ずるカニオは、コロンビーナが逃げ出すアルレッキーノに向かって、今夜からずっと、あたしは、あんたのものというのを聞いて、それが、先ほどの現実世界と同じセリフであることに混乱し、芝居と現実との見境がつかなくなっていく。上フの名を言え、俺は盲導消しではないと叫ぶカニオの白心の演技に、村人は白紙喝采する。ネッタは、危険を悟り逃げ出そうとするが、 カニオは彼女を視察し、ネッタを助けようと舞台に上がってきた、シルビオもまたカニオに殺される。村人たちが大混乱の中、カニオは、芝居はこれでおしまいですとつぶやき、終幕となる。ありがとうございます。